承知村シュパーマリクさんです。よろしくお願いします。ということで本日はサイクロンのハウトゥーをやっていきたいと思います。サイクロンっていうのがハイドラントの、まあ、逆足バージョン、まあ、逆足のハイドラントがサイクロンになるんですけど、まあ、ハイドラントの場合はですね、左足がフロントペグで右足がリアペグなんですけど、サイクロンの場合は逆ですね。右足が、フロントペグの左足が後ろペグ、リアペグという形になります。ハイドラントの場合は乗せ替えが、足のね乗せ替えがあるんですけど、サイクロンの場合はもうそのまま戻りの形になるので、だからすぐこの状態になるので、その足の乗せ替えが必要ないというトリックになります。ハイドラントがねできるようになったらぜひチャレンジしてもらえたらと思います。ということでね、早速解説をしていきたいと思うんですけれども、ポイントは2つあります。1つ目は右足の指に力を入れて右足を軸に回っていく。で、2つ目は膝を伸ばす。この2つになります。まあ、それぞれねちょっと解説をしていきたいと思います。ハイドラントと違うのは、まあ、足が違うので入りの部分だけですね。戻りの部分とかはもうね同じになるので、そちらはねハイドラントのハウトゥーを見ていただければと思うんですけど、右足でね回るってなると普通のハイドラントよりもちょっと回りづらいという形になると思います。練習方法としてはまずですね、この地面に足をついた状態ですね、ここから回る練習をしてもらえたらと思います。これでねちょっと感覚をつかんでもらう。でこれやるときに、ハイドラントの時と同じでですね、結構最初ね回ろうとしてハンドルがねこう曲がった状態からこう回っちゃう方がいるんですけど、これはやらずに必ずですねまっすぐもしくは、左に切った状態ですね、この状態から回れるようにしていきましょう。で、その時にねポイントになるのが、先ほどもポイント2つあったんですけど、1つ目のその右足の指に力を入れて右足を軸にしながら回るっていうのは、まあ、要するにですね離れやすいんですよね体が。ここから回るときに、まあ、こう回ってきて、この時にですねここのステム、あもしくはハンドルと体が離れちゃう、回るときに離れちゃって途中で落ちちゃう、綺麗にこう回れない、こういう状態が結構ねよくあると思います。こういう感じで最後めっちゃ離れてくる。なので、もっとね回りやすくするためにイメージ的にはつま先、まあ、右足ですねの指に、力を入れて、まあ、つま先立ちみたいな感じですね、まあ、そこからぐっとこの右足を点にした状態で回ってあげるというのを意識すると、ちょっと回りやすいんじゃないかなと思います。でそれに合わせて、2つ目のポイント、膝を伸ばすっていうのは回った後ですね、回った後に結構ねこう最初膝曲がってていいんですけど、膝が曲がったままになってると、まあ、これまたここが離れちゃうんで、ここでしっかり立ってあげる、まあ、膝を伸ばす、完全に伸ばすわけじゃないんですけど、まあ、伸ばすという感じにすると自然とここの距離が縮まるので、綺麗に、ね、回れるようになるので、まあ、この地面からやるときもそこを意識しながら回った後に膝を伸ばす。で膝を伸ばすと勝手に綺麗に走るんで、そこをね意識しながらやってみてもらえたらと思います。であとちょっとポイントにはしてないんですけど、まあ、よくある失敗として、回りきれない、ここねこういう感じになっちゃうという方が結構いらっしゃいます。まあ、今ねやったのはこう回れてるけどこの足ですね、上に乗せてない方の足がこっちに残っちゃう、ここにね、でこれで落ちちゃうっていうパターンがねよくあるので、この左足後ろに乗せてる左足は回ったらすぐにねこの後ろのペグに乗せていかないといけないので残さないように、まあ、要は腰もねしっかりひねっていくっていう感じです。まあ、体も一緒にこう回っていくんですけど、結構ね腰は、ま、回ってないというかこう残っちゃってて足がこっちに残るっていうパターンがね
よくあるので、そういうパターンで失敗しちゃう方は、まあ、腰もね一緒に回してあげるっていうのを意識してやってみてください。でこの地面からね回るのがある程度できてきたら実際に走りながらやっていきます。でその時も、これは走るランと一緒で、カウンターを当ててあげる、左に切って回るっていうのをやってあげると、まあ、結構ね勢いもつきやすいのでハイリスクになると思いますので、ぜひねそういったところも意識しながらやってみてもらえたらと思います。はい、ということで、本日はですねサイクロンのハウトをさせていただきました。ハイドラントもねいろんなバリエーション、まあ、過去にもねバリエーション動画上げてるんですけど、入りだったり入りの形、あとは戻り、バランス、まあ、そういったね、いろんなバリエーションがあるので、まあ、今後もね、そういったところを上げていこうと思っておりますので、ぜひですね、またそちらもチャレンジしてみてもらえたらと思います。この動画を見て、参考になったという方はですねぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。他にもねこういったハウトを欲しいということがありましたら、コメントもしくは DM でご連絡いただければと思いますのでよろしくお願いします。以上 BMX 初心者のパワーマネキンでした。ご視聴ありがとうございます。